はい、レオンチャンネルです。では気になるやつからちゃちゃっと開封しましょう。超絶勝負チェンジャー、結構箱が重くって定価も高いですから、これは1分の1サイズが入ってるんじゃないですか。はい、出すと、まずはニンニンコードで、せいのドン。ん？おお、でっかい。あ、やっぱり大きい。1分の1かな。はい、このように手裏剣的な赤いパーツが入ってるのと、さらにこっちは腕に取り付けるベース部分のパーツですね。で、さらにベルト、これをカチャッとはめることで、おお、でかっこれはちびっこにはちょっと大きいかも。はい、くるくると回ります。で、外して忍者一番刀に、ん？外れないよ、こうかな、取り付けると。すでに電池が入ってますから、ボタンを押すと、ん？電源？電源ですか？電源オン。チャキーン！おー、なるほど。忍者一番とはいけるとして、スターバーガーとかも、あ、さすがにこの辺は無理か。ガマガマ銃は？おー、ガマガマ銃が超絶変化してます。強そう。サイズもなんかバッチリ。ではプレバンから届いた箱も2つとも開きましょう。これは何かな。そういえば昨日ぐらいにプレバン8月の発送通知がまた大量に来てましたね。一気に5個ぐらい来てたかな。はい、パカッと開けて、誰でしょう。お、小鳥ちゃんだ。おー、これでファーストライブバージョンのメンバー3人が全員揃えましたね。サンプル画像は相当良かったですよね。取り出すと、あー、すごいっすね。最近のこういうフィギュアは本当似てますよね。顔はいいですけど、体がやっぱり少し細いかな。いろんな顔もついてて、専用台座も付属してます。1個は小鳥ちゃんで、もう1個がなんだろうな。出しますよ。お、あ、これはデジモンの、おー、メタルガルモンだ。あ、そうだそうだ。今回は確か再販リニューアル版で色が全身見直されてるんですよね。グラデーションのかかったような本体カラーになってるそうです。前のバージョンを持ってませんから比較はできないんですけど、とりあえず確かにメタリック部分はめちゃくちゃ綺麗で、関節もすごくよく動きますね。おお、超アクティブ。ということで、プレバンから届いた2つはこのフィギュアでした。エフェクトとかも入ってますね。そしてそして、待ちに待ったキリト君の GGO バージョン、本当は6月の下旬だったかな。ちょうど1ヶ月ぐらいずれましたね。はい、出すとこんな感じでフィギュアが入ってて、取り出すと、あー、すごいな。もうアニメそのまんま。体型とかほんといい感じですし、服のデザインも細かい。顔も似てますね。これが普通の顔で、睨み顔と困り顔も入ってます。サイズは前にレビューしたシノンとちょうど同じぐらいかな。関節もすごくしっかりしてますから、ポーズもつけやすい。はい、ということで、いろんな作品の商品がずらっと並んでますけど、小鳥ちゃん以外は詳しくレビューしますので、動画は下の説明欄に貼っております。以上、いろんな商品の開封レビューでした。